チカッパ、ありがとうございました。そして、また、チャリパクられました。キンバの、キンバラジオさあ、始まりました。キンバの、キンバラジオどうも、最近、また、チャリパクられました。キンバと申します。よろしくお願いします。 あのー、最近チャリをパクられまして、まあまたこの話はちょっと後から、えー、話させていただきますけれども、えー、まず、えー、チカッパ、えー、この前ございました。6月18日火曜日、えー、この前の火曜日にございましたけれども、あのー、たくさんの方々見に来ていただきまして、本当に、えー、ありがとうございました。あのー、お仕事終わりとかでね、忙しい中、こう見に来てくださった方とかも多くて、 本当にありがとうございます。で、まあ、今回の近カッパ、えー、まあ、前回と同じかの、奥羽っていう、まあ、ユニットで、えー、出させていただきまして、まあ、あのー、金馬と、えー、芸歴12年目の、あの、尾上千恵さんっていう、あのー、もうバリバリ先輩の方と、まあ、あのー、一緒に、 えー、ユニットを組まさせていただいてでまあキングオブコントに向けて、えー、今回のネタをやったんですけれどもあの前回、まあ、今回のネタなんですけど前回の、えー、関西のなんかおばあちゃんをテーマにしたネタなんかおばあちゃんのがめついところをこうなんか面白がってほしいというかなんか面白いなと思って でなんかこうその関西のおばちゃんがなんかスーパーの割引商品をなんかめちゃくちゃ取っていくみたいななんかそのがみつさあるなって思っててまあそういうまあネタをまあ関西のおばちゃんがスーパーの割引商品を取っていくみたいな感じのネタをやったんですけどまあそのブラッシュアップででまあ前回が僕の設定がこう部活動終わりの なんか大学生みたいな感じの、まあ、設定やったんですけど、今回は、あのー、僕が、こう、部活終わりの、あのー、腹ペコラグビー部員っていう、まあ、感じで、まあ、ラグビーという、ま、設定加えて。で、あのー、僕、ガリガリじゃないですか。めちゃくちゃヒョロヒョロガリガリじゃないですか。どう見てもラグビー部員として違和感、エグいんですよ。だから、あのー、 頭脳派のラグビー部員っていう、ガリだ、ガリガリだけど、あのー、頭脳でラグビーをやってるみたいな感じの、まあ、頭脳派のラグビー部員として、いう、まあ、設定で、はい、なんとかちょっとごまかしてたんですけど、どう見たってラグビー部員に見えないんですよ。だけの頭脳派っていう予想をつけて、 で、なんとか、まあ、ごまかして。で、まあ、そういうネタで。えー、いやー、まあ、なんか、撮りたいところで、あのー、撮れなかったというか、あでまあ、ここを受けるやろうなというところは、受けたんですけど、撮りたいところで撮れなかった。えー、そのうちの一つが、あのー、三笘の1ミリっていう、 ボケがあったんですけどそこが意外と取れなくて残念やったなっていうなんかみんな三マの 1mm 知ってるやろうって千恵さんとも話してて三マの 1mm おもろいやろうなってみんな知ってるやろうってなんかあんだけこうワールドカップのこの前のワールドカップのスペイン戦であのー、三笘がこうそのギリギリ。 そのサッカーボールをあのライン残したみたいな感じの三笘の,の1ミリっていう出来事があったんですけどなんかそれみんな知ってるやろうって結構その時ニュースめちゃくちゃなっててもうなんか国民的な出来事なんかなって思って入れたら意外とあ知らない人多くてちょっとびっり りしました、ね、まちょっとね「三笘の1ミリ」あれってなりました本当に「あれ三笘の1ミリ」ってなりました,ましたそうっすねでまああのラストの音のところはの本当あの,あの本番前にその結構早めに集まってネタ合わせをした時になんかこの音楽使いたいなって言っててででもなんか急やから なんか、大丈夫かなっていうので、まあまあ無理やったら無理でいいやみたいな感じで、まあ一応その音響の方にお願いしたら、OK って言ってくださって、もうほんと急遽、えー、使わせていただいて、だからほんとに音響さんに感謝というか、ほんと音響さんのおかげであの音できたっていう、えー、感じです。まあ、音のところは、 いや、いい感じにはまったな、という、えー、感じで、まあ、良かったな、というところです。で、まあ、ネタ終わって、で、えっと、終演後、ライブ終わってから、 見に来ていただいた方々、まあ、いろんな方と、まあ、お話し、えー、させていただいて、で、まあ、写真とかも撮っていただいたりとか、えー、当んありがとうございました。ちょっと、まあ、あの、自分のお客さんで、ちょっと見に来ていただいた方全員にちょっと、挨拶できなくて、本当に、ちょっと、それは申し訳なかったんですけれども、まあ、またよかったら、ちょっと声かけていただけると、えー、幸いですし。で、あの、僕、6月13日が、えー、誕生日やったんですけど、 あの、その終演後に、あの、誕生日プレゼントも、えー、いただいて、いやー、ほんと、めちゃくちゃ嬉しかったっす。ほんまに、ありがとうございました。あの、まさか、いや、もらえると思ってなかったんで、結構ガチで、いや、えってなりましたね。めちゃくちゃ嬉しくて。はい、もうほんと、 いろんな、あのー、たくさん誕生日プレゼントいただきまして、本当にありがとうございます。あのー、何かしらの、ちょっとお返しをね、何かお返ししようと思いますので、あのー、楽しみに待っててください。で、まあ、もういよいよ、えー、キングオブコントの予選が、えー、6月30日、で、もうあと9日なんですよ。でも、キングオブコントに向けて、もうちょっと、まあ、 あの、今回の近カッパで、ある程度、まあ、どこで受けるとか、なんかある程度のところはちょっと分かった気がするんで、なんか、ほんと、そこの微調整とか、しっかりして、キングオブコントに臨みたいなっていう感じで、もう、まずは、一回戦突破目指して、結構、キングオブコントは、まあ、M1 と違ってハードルが高いんで、まずは一回戦突破、目指して頑張りたいなと思います。で、 まあ、ありがたいことに7月も出させていただきまして、えー、次が7月31日水曜日、7月の末ですね、最後の日で、えー、19時半関東館でございます。これも一緒で、はい、手売りチケットも1000円で、当日券が1200円となっております。で、まあ、7月も、あのー、奥歯にで出させていただきます。というのは、まあ、M1 も、えー、近づいてるんで、 1> m 1に向けて漫才もやっていきたいなという感じで、まあ、ピンネタもやりたいところではあるんですけど賞、まあ、ーレースも近づいてきてるんで、まあ、そこに向けてやろうと思いますで、まあ、もしよかったらあの手売りチケットをあの X か Instagram の DM に受けまってますんで、まあ、もし行けるってい方いましたらご連絡よろしくお願いいたします えー、まあそんな感じでぜひよかったら来月もチカッパ来てください。よろしくお願いします。で、まあ最初に言いました。えー、この前あの、チャリをまたパクられました。はい。あのー、この前の金曜一週間前ですね。あの、バイトがあったんです。夜に。で、まあ家から駅まで自転車で行って。で、 まあ、バイトに向かうんですけど、バイト終わって、で、帰ってきて、夜の1日過ぎに、まあ、自転車で家に帰ろうと思って、その駐輪場、駅の駐輪場を探すんですけど、その僕のチャリが全く見つからなくて、置いてた場所にないんですよ。で、あ、パクられたなってなって、で、もう僕のチャリなんですけど、 もう10年くらい使ってて、中学1年生の時に買って、そっからもう10年以上使ってる、もうほんと、ボロいチャリなんです。もう10年も使ってるんで、あの、サドルの、あの、スポンジが、あの、剥き出しになってて、で、鍵も壊れてる、そんなもうボロい、えチャリ。あの、知り合いの人に、もうボロすぎて、そう、いじられた <laughs>、ちょっとね、ほんと、 そんな自転車なんですけれども、あのー、まあ、10年間、えー、使ってて。で、こういうことが、あの、前にも一回あったんです。で、僕はもう、その、正直こんなボロい自転車、誰がとんねんっていう。その誰も取らんやろ、ボロすぎてみたいな。っていう、ことが、思って,て、俺も自分でボロいって思ってるんですよ。自分でボロいっては思ってるんですけど、もうこの、撮られんやろと思って、 まあその時もバイトなんですけど、その駅の近くに駐輪場を置いて、でバイト行って、でバイト終わって、バイト帰ってきたら、その亡くなってて、で、まあそのボロとはいえ、やっぱりこう10年間乗ってきたやつなんで、もう愛着がすごいんですよ。で、なんとしても、ちょっと見つけたい。うん、なんか、本当に戻ってきてほしいなっていう、まあ気持ちがあって、 で、次の日に、まあ、交番行って。で、その時、まあ、福岡に住んでたんですけど、そのなんか、防犯登録の番号っていうのが必要で、でもそれも全然覚えてなくて。で、なんかこう、買った時の電話番号みたいなので、防犯登録を、あのー、割り出せますよ、みたいな言って。で、多分買った時、この、 電話番号で登録してるやろうなっていうのをあの伝えたんですけどそれも全然わからずもうほんと調べることができないみたいな状況でその防犯登録の番号があったらその自転車を特定できるんですけどそれもないんで被害届出してもあんまり意味がないみたいな見つけることができないみたいなことを言われてまあちょっと諦めてたんですよでもなんとか取り戻したい なんとか帰ってきてほしいなっていう、まあ、気持ちがあって。で、次の日、あの、たまたま、いつもの、いつも乗っている駅じゃない、いつもの、一個、次の、駅から、まあ、乗ろうと思って、その駅に向かって歩いてたら、そこでたまたま見つけて、あの、チャリ取り返したんですよ。めっちゃ奇跡なんですよ、これ。 その友達とかでもチャリパクられた人いるんですけど、なかなか帰ってこなかったとか、見つけれなかったみたいな話聞いてて、でこれで見つけたのほんまに奇跡やなと思って。で、前に一回パリ、パリじゃないあの、チャリ、チャリ、全然ね、全然パリじゃないのに、なんか、チャリとパクられてが一緒になってパリってなってしまいました。あの、チャリ、まあ、パクられて、で、取り返したっていう、 まあ、成功例があるから、まあ、パクられてからも、まあ、正直ちょっとも戻ってくるやろうって、取り返せるやろうってのは、自分の中で思ってて。やっぱ、犯人は、こう、駅にちゃんと返しに来るってのを思ってたんです。で、まあ、数日間、その駅の駐輪場、まあ、朝とか夜とか、えー、見てたんですけど、まあ、ちょっと全然、あのー、なくて、 戻ってきてなくて。で、あー、ちょっと、うーん、もうパクられちゃったんかなーって思って、ちょっと諦めかけてた時に、えー、今週の月曜なんですけど、あの、家に昼、あの、交番のおじちゃんが来て、ピンポンってなって、で、出たら、あのー、 〇〇さんですよねって言われて、あ、はいって言って、あのー、自転車が、こうあのー、まあ、あるところに置いてあったんで、取りに行ってくださいって言われて、で、ああ、わかりました。ちょっとい急いで行きますって言って、で、行ったら、なんかこう、街づくり推進センターみたいな、なんかこう、ちょっとした公民館みたいなところをやったんですけど、そこに、このチャリが置かれてて、 あのなんかこうサドルが綺麗になって戻ってくるとか <laughs> あったらおもろかったんですけどまあもうそんなもなく特に異常もなくでもうカゴとか盗まれたりとかタイヤとか盗まれたりとかもなくなんかほんと壊れてるとこなくまあ本当無事戻ってきてってああよかったなーと思ってでなんかこう犯人とか見つけれますかみたいなやっぱりちょっと犯人に対する。 なんか、思いもあるから、ちょっと一応聞いたんですけど、やっぱりもうさすがに見つけれないみたいな感じで。んで、とりあえず本当あのー、自分のチャリが戻ってきたの本当良かったなと思って、で、まあ、交番の方にありがとうございましたと言って、まあ、ちゃんとあのー、チャリを取り返すことができたんですよ。で、まあ、結局何が言いたかったっていうのが、あのー、やっぱり諦めないことの大切さ。 強く、強く願えば夢は叶うんだっていうのを皆さん知って欲しかったんですよ。この出来事から。叶わない夢なんてないんですよ。諦めないなんて当たり前。これですね。あの、中学の部活の時に、その部活の T シャツに書かれてた言葉なんです。あの中学の時3年間着ててて、3年間ずっと なんなん諦めないなんて当たり前って。ずっとダサいと思ってました。あの野球部の同級生からもめちゃくちゃいじられました。でもこの年になって、やっと気づきました。諦めないなんて当たり前。チャリ見てて、これだって。諦めないなんて当たり前だって。思って。はい。これから、諦めないなんて当たり前。胸に刻んで、 頑張っていきたいなと思います。皆さんもよかったら諦めないなんて当たり前。胸に刻さんで一緒に頑張りましょうそんなこんなんでお時間でございます。あのー、ま、あでもなんとかチャリ取り返せてよかったなっていう2回も取り返せるなんてほんと奇跡ですからね。いやほんとよかったなって思いますし、あとあのチカッパ、 ね、たくさんの方々は見に来ていただきまして本当にありがとうございました。もう見に来ていただくだけでも本当にありがたいですし。まあまた来月も出させていただくんでよかったらぜひ来てください。よろしくお願いいたします。そして感想コメント欄にお待ちしております。金馬の金馬ラジオ第283回の感想コメント欄に書いて送ってください。励みになりますんでどうかよろしくお願いいたします。えー、そしてぜひよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 次回も聞いたってやーバイバーイ